はい、3月4日、石内丸山スキー場、こちらは大丸山ゲレンデですね、撮影しています。午後から悩んだ末に来てみました。結果すごい良かったですね。お客さんも、平日ってこともありますし、あまり、いない印象ですね。インバウンドのお客さんが結構目立ちましたね。はい、こうして見るとやっぱり里、街の方を見ると雪消えがすごい進んだなっていう風に分かりますよね。はい、で、ゴンドラから、上部はですね、そこまで、雪が少ないっていう印象はないですので、まだまだこの先も楽しめるかと思います。そして雪質なんですけど、今日は気温もそんなに高くないです。どっちかって言ったらちょっと肌寒い感じなんですね。それで、雪質はシャバシャバの春雪なんですけども、下地って言いますかね、下が結構硬いですので、足場がしっかりできてましてね、すごい、気持ちよく滑れますし、いい練習にもなりますね。ちなみに、山頂ゲレンではこんな感じですね。コブのレーンもできてます。はい、ちょっとこちらからは見えないですけど、この大丸山のゲレンデもですね、コブが2レーンか、3レーンですかね、ありました。まだまだスキーもスノーボードも楽しめるっていう感じですね。はい、そうですね、本当に、天気予報通り3時くらいに雨が降りまして、それで結構行くかどうか迷ってましたけども、結果来て、重い腰上げてきて正解だったなと、思います。はい、ということで、石内丸山、久しぶりの、石内丸山、そうですね、最後に、そう、ここと、このゲレンデと隣のファミリーゲレンデですかね、北丸山、こちらで、27日から3月1日まで SAJ の、全日本スノーボード技術選手権大会行われる予定でしたけど、まさかのキャンセルでしたね。27日来て撮影してましたけど、なんと、政府の発表があってから、翌日だったということもありますけども、全国各地から選手が集まって、役員の方も集まってですね、多分開始の10時間前くらいにキャンセルになってということですよね。いやー、もう本当にびっくりですけどもね、そういったこともありましたけども、はい、まだまだ石内丸山楽しめますのでね、また、何回か、行きたいと思います。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけども、ゲレンデの様子でした。以上。